このビデオではあなたはスイングで正しい体重移動ができているかをチェックする方法をご紹介します。ぜひこのチェック方法を挑戦してみてください。あなたにはこのドリルができますか？レッツトライ。あなたのゴルフは変わります。はい、それではチェックドリルに入ります。まず使用していただくのはアイアンを使用していきます。ボールをティーアップしている状態でセットしてアドレスを取ってください。ここでバックスイングの時に右足を上げて、ダウンスイングの時に左足一本でフィニッシュを作っていきます。この時に最後に右に倒れるのか、もしくは前に倒れるのか、もしくはそのまま左足一本で立っていることができるのか、これをチェックしていただきます。またバックスイングでここでバランスが取れずにこっちに倒れてしまう方、このように倒れてしまう方もチェックが必要です。それでは見ていきますので、一度打ってみますのでご覧ください。通常通りアドレスを構えていただきます。スイングはフルスイングでなくても大丈夫です。肩の位置のあたりでスイングを作っていきます。はい、今のように左足でしっかりと一本で立てていれば大丈夫です。これが NG な動作。このようにすぐ右足がついてしまう方、この方はダウンスイングインパクトの時に体重が右にこのように残っている、フィニッシュがこの形になってしまう。このようになってしまうとしっかりとボールに力が伝わりません。またバックスイングの時にうまく左足を上げることができない方、この方はバックスイングで左足に体重が残ってしまい正しい体重移動ができていない、正しい体重移動ができていません。このチェックドリル、皆さんもぜひ一度試してみてください。